はい、即ボイスをお送りいたします。今日は9が並びましたね。2020年の9月9日です。第18節が行われました正田醤油スタジアム群馬。まあ久々のなんかホーム戦っていう感じがしましたけどね。結果からいきたいと思いますが、0対2で、京都に敗れております。はい、では試合前の映像から撮ってますので、そちらからご覧いただきたいと思います。どうぞ。はい、即ボイス試合前です。今日は9月の9日です。水曜日です。平日です。第18節、ピーター・ウタカ戦ですなんて、京都戦です。はい、いやピーター・ウタカ怖いですね。はい、やられないように気をつけたいなと思います。今日は第18節ということでホーム正田醤油スタジアム群馬、この後7時キックオフということで、私髪の毛切りました。はい、ちょっとアウェー戦ね、連敗で、でここを迎えるという形になりましたけど、ホームではですね、8月に琉球に負けて以降は、負けていませんので、なんとか、はい、そこをね、まあ、ここ連敗してますけれども、ホームの、力を借りて、止められればいいなというふうに思っております。はい、で、サッカーはね非常にいいサッカーをここのところしてますし、あとはなんかチャンスを決めきるだけというか、枠に飛ばすだけなのかななんていうところもありますので、多くチャンスを作って、あとは枠にしっかり蹴って、で、点をもぎ取れればいいなというふうに思っております。はい、得点がちょっと取れてないのでね、はい、今日はねゴールっていっぱい叫べるように頑張りたいなというふうに思います。ちょっと雲行きが怪しいんですが、この段階で今4時半ぐらいなんですけど、この段階でちょっと雲行き怪しいのでちょっと天気が心配ではありますけれども、今日1日頑張っていきたいなというふうに思います。はい、ということで、あとは試合後に、お伝えしていきたいと思います。今日も頑張るぞ。はい、ということで、試合後に帰ってまいりましたが、今日は 0-2 でした。前半2点取られて、で後半は、まあ、両チームとも点が入らずっていう形だったんですけどね。いやーなんかね前半の45分を、見てる感じだと京都良くてですね、まあ、うちもねいつもの通りなんですよ。入り悪くないんですよ。でやってること悪くないんですよ本当に。なんだけど点が取れない。もうなんかここ数節なんかね似たような感じになっちゃってるなっていうところはちょっとあります。はい、その流れがいい時にね点が取れないっていう形になってしまってるので、ちょっとそのあたりは心配かななんていうところがあります。で、まあ、京都はね、皆さんというかあのザスパのサポーターもそうですし、京都のサポーターもそうですし、全国の J リーグファンがね、あのサッカーファンがもう皆さんご存知だと思いますけれども、ピーター・ウタカさんがですねすごいですね。ボール収まるし決定力あるし決められるし、出せるし、まあ本当にちょっと彼を止めるのに苦労しちゃったかなというところがあります。1点目の先制点野田選手のゴールなんですけど、あのちょっとごめんなさい詳しく見てないんでちょっと公式でどうかなと思うんですが、その前宇高さんアシストだと思うんですよ。はい、あのちょっとごめんなさいその正確な情報がちょっと今見られてないんでわからないんですけど、その前、出してるの宇高だと思うんですよね。で2点目は、まあ、リフレクションありましたけれども、宇高のゴールっていうことで、はい、でその後ねザスパ結構攻める時間帯多かったし、後半特にね、結構攻めてたんですよ。でゴール奪えるかなっていうところもあったし、特に惜しかったのがね、その後半の最初の方にあった、
平尾総からのねクロスが田中俊也のヘッドもうドカーンとポストに当たったのがありまして、あれがね入ってたらまた全然ちょっと違ってたかなっていう風には思います。あそこでやっぱなんかドカーンと弾かれてしまったのが、あれ運が良ければね内側に跳ね返ってるので本当にそこはもう数センチの差だと思うんですけど、そうじゃなくてなんかあそこでドーンと弾かれちゃったのがなんか今日はハードラックだなっていう風に思いました。運もちょっとなかったですしね、あれでねなんか割れてたらまた雰囲気は変わっていたかなという風に思うんですけれども、その後も惜しいチャンスはありました。でなんだろうな、いつもの通り、ただまあ2点リードしてるんでね、京都側はその後半ピーター・ウタカー下げてきましたし、あとはまあキープに入ったりとか、そういうところがあってちょっとペースダウンしたかなっていうところはありましたが、ただまあ試合巧者だなというふうに思いますし、ちょっと今日は前半で決まっちゃったかなというふうに思います。前半の感じでいくとなんかね悔しさもなくて、なんか結構やっぱ相手がすごくいいサッカーをしてたので、あなんかここまでの展開は仕方ないなっていうふうに思ってましたけど、でもチャンスはね後半とかもうちあったので、負けたことよりも今日はもちろん負けたこと悔しいんですよ。でもその負けた悔しさよりもゴールが割れなかった悔しさの方がなんか強い気がしますね今日は。なんだろうな、すごくいい形になってるのに点数という結果に結びついてないことの方が悔しいというか、選手たちはこの暑い中本当に連戦で、頑張ってると思います。すごく気持ちも見せてくれてると思います。で今日からねスタジアムが手拍子が OK になったので、チャンスの時にねその手拍子に合わせて、皆さんで盛り上げていったりとか、すごく雰囲気的にもスタジアムの雰囲気もね、良くなってるかななんていうふうには思うんですけれども、一番悔しさを感じるとしたらそこかな。なんか負けたことよりも今日はゴールが割れなかったことがなんかすごく自分の中で悔しさっていうものが残ってる感じがします。はい。で全くこれはおまけなんですけど、今日草津チャンネルの方でホワイトボードを書いて、僕がウタカを気をつけなきゃダメだよなんていう話をしてたんですけれども、そのホワイトボードにウタカさんの書くスペースがちょっと余ってしまって、宇高さんの似顔絵を描いたんですけど、いかがでしょうか。宇高だよっていう描いたんですけど、皆さんいかがでしょうか。まあ本当にちょっとね今日はこの方にやられてしまいましたけれども、はい、まあでもこれからもね草津チャンネルの配信も楽しんでやっていきたいなと思います。ただまあまだ折り返してません。18節が終わったところです。シーズンは42節あります。で、次がまあ19節っていうことになりますが、日曜日ですね、13日になりますか、13日で合ってますよね。はい。東京ヴェルディ戦が、はい、アウェーであります。はい。それが次節ということになりまして、でその次、まあ、1週間、はい、5連戦がそれでヴェルディ戦で終わるんですけど、1週間また間が空きまして、今度は9月の20日ですね、4連休の最初の1日、失礼、2日目ですね、土日月火が4連休という形になりますけれども、その4連休の2日目ですね、9月の20日、ここ正田醤油スタジアム群馬で次のホーム戦愛媛戦があります。はい。キックオフが30分、いつもより遅いです。19時30分、はい、キックオフ予定という形になりますので、お間違いないように、お願いしたいなというふうに思います。それを言うならアウェーのヴェルディ戦も1時間早いんですね、18時から、はい、
になりますので、そちらも間違えないように皆さんダゾーンチェックするときにね、ちょっと間違えそうになっちゃう時間ですけれども、アウェーのベルディ戦は、はい、18時キックオフです。で、ホームの次の愛媛戦20日の日は、19時30分キックオフ予定となりますので、ぜひ群馬県内の方、正田所有スタジアム群馬に足をお運びいただきたいと思います。まだ強い限界体制のね、中でのゲームという形になってますけれども、ただ、手拍子も拍手もできるようになりました。声はまだ出せませんけれども、ぜひ皆さんの手拍子、あと皆さんの存在というものはやっぱり選手にとっても見えますので、今日もね、水曜ナイターということもあります。あとはそのコロナっていうところもありますので、600人を切る、観客数でした。598人という、観客数だったんですけれども、体調が悪くなくて、で、身近にねそういうかかってしまった方が、いらっしゃらないという方で、ご自身も元気だよという方は、群馬県内の方ぜひ正田所有スタジアム群馬に足を運びいただければなと思います。我々と共にまた後押ししていただければと思いますし、皆さんのご来場を心よりお待ちしてます。はい、みんなで突き進んでいかないといけないので、下ばっかり向いていられないので、自分も笑顔で、はい、とにかく後押ししていくっていうことを、今は重視して、頑張っていきたいなというふうに思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いしたいと思います。では即ボイスは、今度の日曜日ですね、はい、6時からキックオフになりますけれども、アウェーベルディ戦でまたお送りいたします。スタジアムでは9月の20日、次のホーム戦愛媛戦になりますので、また正田所有スタジアム群馬でお会いしましょう。ザスパクサツ群馬スタジアム DJ の佐山雄介でした。即ボイスでした。バイバーイ。